ったくそってよく言われてますけど、ね、寸劇だったな、うん、寸劇、寸劇、え、読むのが下手くそってこと、え、何細かいってこと、選曲してもらったところのページコピーしたんです、うん、あ、ありがとうございます。6枚目、これアリサの声ですよね、浦浜の。そうそうそう、すごいな、人の声すぐ、そりゃそうですよね、一緒に仕事してるのか。ああ、わかりました、この曲知ってます、うん、いい曲だよね、うん、Hello, hello! Yes! ハリーが生放送でお送りしています J-Wave Hello World! さあ、ここからは夜のトレンド研究所サイバーラボのお時間です。今週はですね、今ブレックファースト朝食のニュースタンダードになりつつあるグラノーラの最新事情をチェックしています。いやー、グラノーラ大好きですよね。基本朝ごはんとか食べるんですけど、ちょうどねオンエア終わって家に帰るのが、まあ、1時過ぎぐらいなんですけど、あーちょっとお腹すいたなーっていう時にグラノーラを食べてしまって、エネルギーがありすぎていろいろ YouTube とかいろんなとこ見てしまって朝4時ぐらいになるっていうのが僕の金曜の夜のスタンダードになってしまうぐらい、グラノーラ好きです。ところでさあ、今夜紹介するのはどのグラノーラなんでしょうか。こちらです。朝食の朝食の女王のグラノーラ。ごめん、グラノーラがね楽しみすぎて朝食って何なんだよっつって失礼しました。ニューヨークのアッパーウェストでサラベスさんという女性が開いた小さなベーカリーショップサラベス、その味は日本にも上陸し、現在代官山と新宿で味わうことができます。これはですね、フレンチトーストやエッグベネディクト、パンケーキなどの人気メニューに負けず、今注目を集めているのがこのサラベスのグラノーラですが、さあその美味しさの秘訣チェックしてみましょう。こんばんは、サラベス代官山店新宿店でコーポレートパティシエを務めさせていただきます近藤と申します。よろしくお願いいたします。このグラノーラが実際にサラベスのニューヨークのお店で使われ始めたのがもう1980年代でして、その当時はまだグラノーラそんなに流行ってはなくて、まだ本当に走りの時だったんですけれども、サラベスさんは朝ごはんのレストランを始めたばかりで、ぜひこのグラノーラをメニューに取り入れたいということでですね、ホールグレインを使ってヘルシーに、普通のグラノーラはオイルが必ず入っているんですけれども、サラベスではオイルを一切使わずにですね、健康面を気遣って作られたレシピになります。テイクアウト用のグラノーラも実際お店で出させて提供させていただいているものと全く同じのものでして、クラシックレーズンアーモンドという種類になるんですけれども、レーズンがドライフルーツは入っていてですね、オーツ、ひまわりの種、あとはふすまって日本語では言われるブランですねが入っていたり、あとは蜂蜜の入ったとか、シンプルなんですけれどもとても食べ応えもあって満腹感も得られるようなグラノーラになっています。サラベスに実際このグラノーラについて聞いてみたんですけれども、彼女もやっぱり健康志向で、まあ、今70歳のおばあちゃんなんですけれども、このグラノーラは彼女もですね、朝ごはんとか少しヘルシーに済ませたいときは必ず食べるようなものですね。で、彼女が好きなのはヨーグルトと一緒に食べる食べ方でして、あとはたまに牛乳をかけてコーンフレークのように食べることもあると言っていました。ハリーさんもですね、ぜひサラベス のモーニングクランチグラノーラをぜひ召し上がっていただきたいと思います。これは楽しみですね。レーズン、オーツ、ひまわりの種、ふすま、まあ、ブランのことですが、あと蜂蜜が入ってると、あとすごいヘルシーなんですよね。オイルを一切使わずに、まあ、ヘルシーな面を健康面を気遣って作られたわけですが、コーポレートパティシエの近藤真理子さん、ありがとうございます。これはもう食べるしかないですね。もちろんサラベスのグラノーラがスタジオにやってきました。まあ、サラベスさんはヨーグルト一緒に食べるっていうのがまあスタンダードお好みとのことでしたが、僕はですねちょっとですね牛乳と一緒に、食べさせていただきます。僕はじゃあ早速ね、牛乳をかけます。音がいいんだよな、牛乳がね。今あんまり聞こえなかったと思います。グラノーラにちょっとかかる時のね、たまにねプチって音がたまにするんですけど、細かいんだよ細かい。それではではいただきます。うん。
うん。お、うん。ああ、これ時間をかけて、ああ食べたいけど、あ、美味しいですこれは。あのですね、最初は噛みながらオートの味がふわってくるんですけど、そのオートの味、あ、なんてヘルシーなんだなって思ってたら、このですね、蜂蜜がもうふわーって広がるんですよ。本当にね、この甘さとオーツのね、そう渋い感じのバランスが絶妙です。でね、人それぞれミルクをかけてね、ちょっと時間を置いてから食べたい人もあるんですけど、これ僕のおすすめですけど、ミルクかけて5秒10秒してから食べた方が、もしかしてね、そのオーツの味の方がもっと味わえるかもしれませんが、素敵ですね。サラベスのグラノーラですよ。ね、ニューヨークの工房で作られたものをそのまま空輸で運んで使うと、ね、買うことができます。 340g でお値段が1800円ですよ。でちなみにサラベスのお店ではこのグラノーラと新鮮なフルーツ、ヨーグルトを使ったメニューを味わうことができます。たっぷりのグラノーラにイチゴとバナナ、あ、美味しそうだな、ヨーグルトを添えて、アサイー、ね、今流行りの、さらに蜂蜜をかけていただくモーニングクランチは、美味しくてヘルシーで大満足のボリュームだそうです。お店でもね、アットホーム、お家でもね、ぜひともサラベスこだわりのグラノーラ楽しんでください。サイバーラボ、今週はグラノーラ最新事情をお届けしました。来週もどうぞお楽しみに。おうちおうち。落ち着いて、落ち着いてるんですけど、楽しいとこういうことよくあるんですよ。うん、よろしくお願いします。スタジオの中、動画配信しておりますので、うん、すいません、グラノーラの、あ、全然大丈夫です。よろしくお願いします、はい、ハリー杉山でよろしくお願いします。どうも、よろしくお願いします。大丈夫です、お願いします。昔僕ファクトリーにちょいちょい遊びに行ってたんですけど、はい、その時で見に行ってました、はい、普通に一般として、おお、すごいすごい。それ以来の谷中さんで、その時はご挨拶できなかったんですけど、よろしくです。大丈夫ですか。はい、カフはこのままで、はい、はい。スタジオの様子、動画配信しておりまして、はい、もう流れております。あ、本当ですか、はい、よろしくお願いします。先ほどのグラノーラの様子もじゃあそうです。動画で動画でもう永遠に残ってしまいますんで、僕は普通に朝食のこと、朝食って言ったところもラジオで残らないかもしれないですけど、ここに永遠と残ってしまうんで、朝食、はい、ちょっと可愛いエピソード、エピソードとして可愛い。いやいや、まあ、俺も朝食って言おう。さっき朝食食べたでしょ。面白いですよね。突っ込みなら逆に突っ込まれるっていうね。ちょうど今ツアー中ですよね。そう、明日山梨でライブが、うん、朝から行く感じですか。うん、朝から行きます、うん、ありがとうございます。いやいやいや、忙しいな、逆に呼んでいただいてありがとうございます、うん、肩幅ありますね。ないよ、そんな。本当ですか、うん、同じぐらい。本当ですか、うん、年はいくつぐらいですか。僕29です。29、あ、はい、じゃあ4歳の時にデビューみたいな感じだな。85年に結成されたんですよね、うん、僕が生まれた年です。そっか、それが、はい、うん、でも結成したって言っても、それは名前ができた時なので、そうかそうか、その、うん、それはね、辞めちゃったリーダーが、バンマスの浅田さんが、そうですもんね、名前を考えた時がバンドの始まりって言っちゃってるだけなので、それが嘘つき、嘘つき、半分嘘だ、ね、ええ、よっしゃ。ほーい、Back to the 90s, a classic tune, a Britpop tune. That's Pulp with Common People. お送りしました。さあ、ハリー杉山ナビゲートしています。J-Wave Hello World! ここからは今夜のテーマです。祝スカパラ25周年 !Yes! 今年デビュー25周年を迎えた日本が誇るスカバンド、東京スカパラダイスオーケストラのアニバーサリーを、今夜セレブレートさせていただきます。そしてもちろんダンディーズオブダンディーズ、ゲストは谷中敦さんです。ありがとうございます。どうもこんばんは、よろしくお願いします。嬉しいですよ、はい、僕何度もフェスとかで見させていただいてるんですけども、うん、僕の中では、うん、
ダンディズム、日本、谷中さんっていう持論がありましてですね、もう完全に今日はもうすごい褒めようだな。日本のショーン・コネリー、ジョージ・クルーニーといえば谷中さんっていう勝手なイメージがすごいあって、俺大好きな人たちにもう嬉しいです、例えてもらって嬉しいです、あのスカパラにも触れつつ25年間を振り返りながら、ちょっと谷中さんのね、パースな面も今夜ちょっといろいろ聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。そこまで褒められるとずっこけ話をしなきゃならない、いっぱい聞かせてください、お願いいたします。まずはですね、はじめに東京スカパラダイスオーケストラの現在までの歴史をおさらいしましょう。1980年代後半、ストリート、そしてクラブを中心に多数のライブを重ねて、圧倒的なパフォーマンスで動員を増やして、1989年、黄色いアナログ、東京スカパラダイスオーケストラをインディーズでリリース、翌年の1990年シングルモンスターロック、アルバムスカパラ登場でメジャーデビュー。それ以降、ルーツのスカーをベースに、ジャンルにとらわれない幅広い音楽性、東京スカー、世界屈指のライブバンドとして人気を博していき、日本国内のみならず、なんと世界25カ国でライブを行います。2013年4月にはカリフォルニアで開催された世界最大級のフェス、コアチェラに日本人アーティストとして、まあ、唯一招待され、しかも日本人として初めてメインステージに立つという快挙を、成し遂げます。デビュー25周年を迎えた現在までにオリジナルアルバム18枚をリリース。自らの25周年、さらには音楽シーンを盛り上げるための新たな挑戦として、プロデューサーに亀田誠二さんを迎えてバンドコラボ3部作に挑んでいます。まあ、ということでね、デビュー25周年を迎えて、もう本当にノリノリに乗りまくってる、はい、ノンストップな今ですがね、はい、まず伺いたいなと思ったのが、この東京スカ、はい、これデビュー、まあ、当時から提案されてますけど、はい、これ具体的に何か教えていただけますか。そうですね、もうデビュー25年前デビューして、なんかすぐ海外に行ったりとかしたんですけど、はい、フランスでライブやった時に、なんで日本人がジャマイカのスカをやってるんだ、はい、みたいなことよく聞かれて、まあ、確かにね、不思議だったんでしょうけど、でよく聞かれて、まあ、その頃からなんかただのスカっていうだけじゃなくて、東京スカというものを僕らやってる、でそれはいろいろミクスチャーのものなんだっていうことをちゃんと説明していこうと思って、でその当時、まあ、デビュー当時渋谷系みたいなジャンルが、はいはい、日本に登場して、ヒップホップとかシットジャズとかレアグループとか、含めたいろいろものが混然一体となってて、日本の音楽界新しくしていこうみたいな流れがあったんですけど、そこで少し違う立ち位置でクラブ系の音楽の要素とか映画音楽の要素とか、そういうちょっとモンドっぽい要素を入れながら、昔の昭和の日本のジャズとか歌謡曲にも焦点を当てた音楽をやろうということで始めたのがスカパラという。あ、なるほど、そこでその東京スカというアイデンティティが生まれたんですね。はい、そうですね、そういうなんかこう東京ならではのミクスチャー の雰囲気を自分たちなりに作っていこうということですね。まあ、その当時はインターネットみたいなもの全くなかったので、はい、いろいろこう人とのコネクションとかで、なんでインターネットで得られるような情報を得てたわけなんで、音楽を知る方法というのが今みたいに、例えば YouTube とかネットはなく、そのいかに人と人の口頭のコミュニケーションが大事っていうことですかね。そうですね、だから当時カセットテープを作って、でそれで友達に聞かせたりとか、新しく入ったバンドマンとかにそれを聞かせて、こういう音楽聞いてみなよみたいな、真似してみなよとか、そういうこともやったし、レコード屋さんに行ってこういう音楽好きなんですけどって言うと、はい、君そういうの好きだったらこんなのあるよっていうレコード屋さんに、今だったらCD を買おうとするとあなたにおすすめはこれですみたいな出てきますけど、それをなんかもったいぶったお店のレコード屋の店員さんとかが、君にはもったいないけどこれちょっと聞かせようかみたいな、嬉しいですね、言われたりとか、そういうことでこう結構値打ちが上がるみたいなね、自分のそれで結構テンション上がって音楽いろんなしって言ってみたいな感じですね。そう、今時代の流れがあったと思うんですけど、東京スカパラダイスオーケストラスカパラ、僕の中そのやっぱりライブの印象は非常に強いんですけど、谷中さんにとって、そしてスカパラにとって、バンドにとってライブとはどのような存在ですか。そう、もうとにかく
もう本当に最初からあのかましてやろうというか、うん、びっくりさせたいということが非常に強かったので、はい、なんかそれもあってあのみんなスーツ着てっていうことその当時あんまりいなかったんでそういうのが、うん、でなんかインストゥルメンタル中心の音楽やってたらすごいびっくりするんじゃないかなっていうので始めていて、でびっくりさせてそれでさらに盛り上げたいっていうことがあって、とにかくもう信じられないような盛り上がりを作って、あの去っていくバンドみたいな、そういうことやっていきたいなと思って。本当にあの場を見てしまうと、老若男女関係なく誰でも踊ってしまう、周り見るとうわすげえなこの盛り上がりっていうのは僕が本当にあの肌で感じたことなんですけど、逆に例えば江中さんがあれちょっと踊ってでないんじゃないのって思った時にはどういう風に感じるんですか。それ僕が思う時には他のメンバーも思っているので、その人に向かってきますよね。笑顔で向かっていったりとか、ギター弾きながら近づいていったりとか、なんかあのスカパのライブとかでも今でもそうはよく言うんですけど、僕はあの盛り上がってない人の方が目立つんですよ、うん、すごい真顔で見てる人とか、でその人踊ってほしいなとか思って、その人の方ばっか見ちゃうんですよ、もう集中攻撃になってしまうんですね。ちょっとなっちゃうんですけど、まあでもそんな嫌な感じにはしないですけど、盛り上がってもらいたいっていう気持ちがね、今度のスカッパのライブで僕ちょっとあえて踊らないことやってみようかな。集中攻撃目合わせてサックス吹くかもしれない。あえてあの今までのライブの中で特に印象に残ったあのライブとか、はい、もしくはフェスとかありますか。結構ねいろんなとこ行ってるんでね、世界もね本当に。であのイギリスなんですよね。はいそうです。であの、はい、僕らグラストンベリーフェスティバル出たことがあって、実は僕の実家なんですよね、はい、でグラストンベリーが実家なんですか。そうそうなんです、イギリスの実家はグラストンで、はい、あそこってあの牧場みたいなとこですよね。そうですよ、隣牧場ですよ。そうですよね。はい、結構すごいとこだなと思うよ。いやでもやっぱりそのフェスといえば、うん、あのグラストンベリー結構聖地なイメージ、うん、あの泥だらけですごい有名だったんですけど、いかがでしたか。あれすごいですよね、うん、あれお客さんすごいマゾなんじゃないかなって思うぐらいの、なんか参加するだけで大変じゃないですか。はい、もうなんかあのあれ音楽家なかったらありえないですよね。いやあんなだって大変な、雨降ったらだって牧場だし、結構あの泥だらけで足膝ぐらいまで行っちゃったりとか。もう膝まで行ってしまいますね。僕はあの行った時なんかね、あの長靴買ったりとかした覚えありますけど、スーツで長靴みたいな、うん、なんか結構すごいことですよね。本当に。あのおそらくライブをされながら結構裸な方が、はい、あの泥だらけになって、あのヘッドスライディングしてたりとかね。かなり。でもあの一年に一回子供に戻る日みたいな感じで楽しそうですよね。そこら中寝てる人もいるしみたいなね。はい。結構面白い人いっぱいいてすごい刺激的でしたけど、まあ僕ら出たその当時はすごく小さいステージだったんですけど、うん、それでも非常に興奮して、はい、うん、有名なグラストンベリーだっていう。いかがでしたか、そのリアクションとかお客さんたちとかは。ものすごい良かったですよ、うん、なんかこうそういうなんか僕らがやってるみたいなスカ、うん、好きなお客さんがすごく集まっていたイベントだったので、入場規制になるぐらいになりましたし、あ素晴らしいですね、うん、非常に楽しくやらさせてもらいました。素敵ですね、ただ、はい、着いた時に楽屋が用意されてなくて最初、まあイギリス人らしいなそういうとこ、ごめんなさい、で、うん、あの食べ物も用意されてなくて楽屋もなくて、はい、であの地べたに座って、車座っていうかみんなで、はい、あの映画なんて言ったの、ちょっと自分たちでストーンヘンジみたいになっちゃって、ね、なりながら、うん、あのなんか買ってきてもらった、はい、あの冷めたホットドッグを食べてライブに臨んだ覚えがあるんで、これ絶対次はもっと気使ってもらえるように頑張ろうみたいな。いやもうあの実家なんでも言います、もう僕からもう言います、知ってるんだ、はい、いやでもいい、楽しそうだよ、みんな面白いですよね、本当に愛情がある。そうですね、もうルールがもう全てなくなって、もうみんなも音楽で酔いしれて最高な空間を作っていこうというアーティストと、あとあの参加する方の思いがありますからね。あのクラッシュのジョーストラマーの場所、うん、はいはいはい、ジョーストラマーズプレイスみたいなのがあって、そういうのもすごいいいなと思って、まあ、音楽の歴史がいろいろ刻まれてますからね、うん、グラストンでは。柳川さん一曲いきましょう、はい、どの曲にしましょうかね、ぜひとも柳川さんの選曲で、ここはですね、はい、あそうだそうだ、細見たけしを、ハイエータスの細見たけしをボーカルに迎えた、うん、この曲です。東京スカパラダイスオーケストラでダイヤモンドインニューハート、yeah!
がとうございます。今ど忘れしちゃって書いとかないとダメですね。あと13枚目も最後がスキャラバンですね、はいはい、自分で書いておきます。はい、あ、リクエスト来てます。あと別のリクエストはこっち、はい、失礼しようか。リクエスト、はい、おこれで受けるってことですね。はい、はい、リクエスト来てます。あ、はい、はい、このパソコンのこのフェイバリットのところも全部リクエストなので、よろしければこうスクロールしてご覧いただければと思います。すごいですね、うん、ツイッターとずっとリンクする番組なので、もう本当に生のリアクションがすぐ入ってきます。すごいですね、すごいですね。このパソコンのスクロールの仕方が俺ちょっといまいちわかんない。そうなんですよ、結構これヴィンテージっていうか、ね、もうヴィンテージうちのプロデューサーの、ね、ここですか、ここ。あ、それだ。してすみません、いわゆる左クリック。そうでしたね、そうでしたね。いや、僕も全然わかんないです。大丈夫です。これに真剣になっちゃう。いかがでしょう、次にかけるリクエスト曲どちらから選んでいただいても。こっちから行こう。はい、今できない。何でもいいんですか。はい、何でも大丈夫です。あ、じゃあこちらのフェスティバルの話まだしてないか。はい、そこか。ちょっと質問も、この曲をこちらで、はい、初めて披露したんで、おその話ってことから質問ツイッター来てるんで、はい、こちらの、で次のでこちらでやって非常線突破動画にしましょうか。はい、はい、これで、はい、はい、ありがとうございます。ゲンガとメールも多いな、結構。はい、イエス、ラジオネームタッキーさんからもリクエストをいただいてる東京スカパラダイスオーケストラ、そして細見武さんの Diamond in your heart をお送りしています。柳川さん、この曲実はとある場で初めて披露されたんですよね、うん、そう、先ほどなんかお話ししてもらったコーチェラのフェスティバルで初めて、はい、でなんかコーチェラってウィークエンド1と2に分かれてて、うん、でなんかほとんど同じメンツで同じ時間でやるんですよ、同じタイムテーブルで、で1週間間空いてるんですよ。で空いてる間はカリフォルニア州の中でライブをやっちゃいけないんですよ、うん、なんかそうするとほらお客さん分散しちゃうじゃないですか、はいはいはい、だからその間空いててステイしてなきゃいけない、でそこでレコーディングしようということになって、でレコーディングに、はい、細見武を呼んで、はいはい、でこの曲をウィークエンド1とウィークエンド2の間にレコーディングをして、うん、2日後に歌詞を覚えてもらってステージ上で細見くんに歌ってもらうっていう。すごいですね。細見くんが相当テンション上がってましたけどね。うわ、その覚えるプロセス、レコーディングもその海外っていうことですね。 そうですね、海外だった。そうで僕もなんか結構一生懸命書いてたんですけどギリギリになっちゃって、歌詞もなんかレコーディングの時にようやくできてきたぐらいだったので、そっから覚えて、だったので細見くん的には相当テンション高かったんじゃないですか、ね、はあ、すごいですね。誰も聞いたことのない英語の新曲をこちらのアメリカ人の前でやるわけですからね。はいはいはい、早いですね。早いですね。しかもレコーディングから人の前でパフォーマンスするっていうのが2日ですからね。ね、美香子さんからもね、そのこちらの出演改めて振り返ってどうでしたかのいただきました。美香子さん、ありがとうございます。さあ、ハリがナビゲートします。 J-WAVE Hello World、 今夜は祝スカパラ25周年、行っています、ゲストに柳川敦さんをお迎えして今年デビュー25周年を迎えた東京スカパラダイスオーケストラをセレブレートしています、リクエスト、はい、もう一曲来ております、ですね、ラジオネームさっくんさんからです。
谷中さんへの質問です。海外ではバラードも踊ってくるのは、観客が乗れているかを気にしているスカパラとしては嬉しいとどこかでのテレビで言っておられましたが、今回のツアーは国内ですがバラードでも踊っちゃっていいですか？もちろん本当にそうですね。だからやっぱりゆっくりめの曲が聴こうみたいな感じも全然いいんですけど、でもなんか思い思いでやっぱり自分のタイミングで踊って自由にやってもらってると、あ、この人はこの人なりに感じてくれてるんだなってことが分かって非常に嬉しいので、海外ではバラードの曲で一回困ったことがあって、バラードの曲やってる時にカップルで上がってきて二人でチークダンスみたいなんです。なるほど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 嬉しいんですけど、でもずっと去らなかったので、これずっとこのままいるつもりなのかな、いつ降りてくれるのかっていう、ムードはあってよかったですけど、降りろとも言えないんでありますよね、さあではですね、そのさっくんさんからのリクエストをここでかけたいと思います。東京スカパラダイスオーケストラで、非常線突破お願いします。リクエスト曲も谷中さんが選曲してくださって、おー、分かりました。受けで、はい、お願いします、ちょっとエンタメの打ち合わせで、ここはじゃあそこはまた後半で時間が、OK です、分かりました、結構いっぱい喋りすぎちゃったんですね。いや、違います、僕は僕の仕切り具合が変拍子になってしまって申し訳ないです。変拍子本当にすみません。僕初めて見させていただいたのがスイートラブシャワーだったと思いますね。山中子だったと思いますね。すごい曇りだった時じゃなくて、いつのスイートラブシャワー？富士山見えなかったと思いますね。あ、見えなかった、はい、あそこだってすごい霧になってるとステージ見えなかったです。たまにありますね、遠くから見えないかもしれないですけど、お客さん見えないままやってるんだよね。でもいい場所がいいですよ ね、 ですね。グラストンって雨降ってました、やりながら。グラストンね、雨なんか雨になってましたね、そういえばね、結構ぐちゃぐちゃでしたね。なんかでも雨の後だったかな、アメリカのボナルミュージックフェスティバルもそうなんだけど、なんか牧場跡とかあと牛糞とかうわーなっててそのままで泥になってるから大変ですよね。グラストに関してはちょっと下水話なんですけども、みんなが使うトイレがあるじゃないですか、あれが普通に立ってるはずなのがもう横転してしまって、変な話泥なのかそっちなのか分かんなくなってしまってる、分かんないよね。もう何年か前、10年前ぐらい、今はもうちょっと綺麗になったかもしれないですけどね。あとなんか女の人が立ちションしてるのも初めて見たから、うわトイレねトイレないからね、うわ並んでてどうだったか見たくないですね。びっくりしました。見たくないですね、それは。我慢できないんだなと思って、せめて尊敬ぐらいしてくれよって尊敬尊敬尊敬わかんないですよね。尊敬すごい尊敬尊敬という言葉が剣の昔でちょっとやってた、久しぶりに尊敬とか聞いたな。この剣道ちょっと俺もやってたんで。マジっすか。いや大変じゃない。でも大変ですね、防具が、頭痛くなるんですか。なります、なります。あ、来る感じですね。イエス、今夜のリクエスト曲、谷中さんが選んでくださっております。お送りしたのは東京スカパラダイスオーケストラで非常線突破でした、そういう非常線突破は紅茶らでもやったので、なんかちょうど嬉しいなと思って、あ、いい感じのタイミングでオフィスができましたね、今夜は祝スカパラ25周年、ゲストにはもうダンディーですね、谷中敦さんをお迎えして、今年デビュー25周年を迎えています。東京スカパラダイスオーケストラを、セレブレートしていますが、まあ、知られざる25年目の真実を、たくさんいろいろ伺っております。で、引き続き皆さんどんどんメッセージの方をください、ね、YouTube ライブの方でもご覧の通り、谷中さんご自身がですね、一つずつちょっと見ながら、あ、これいいかもしれないねとか、いろんなジャッジメントをくださってますので、そちらの方 YouTube ライブの方ね、ぜひと見てください。そ
して、ツイッターのハッシュタグ HW813 へも、質問などなど受け付けています。メールの方は番組ホームページ右上のメッセージ&プレゼント、もしくは直アド hw@j-wave.co.jp でお待ちしています。J-Wave Hello World、 ここでニュースルームのしかないさんにニュースとお天気を伝えてもらいます。しかないさん、ありがとうございました。さあ、ここで今夜のテーマ祝スカパラ25周年は一旦ブレイクさせていただきます。谷中さんには11時頃から再びご登場いただきます。お願いいたします。はい、コラボレーションアーティスト、さまざまな方から、いろんな素敵なねコメントもしかして入るかもしれません。どうぞお楽しみに。さあ、この後おすすめのエンタメ情報をお届けするエンターテインメントストリーム F のコーナー、今夜はロットバルトバロンが登場です。すいません、柳さん、じゃあ一度だけお願いします。また後ほどです。うん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ミフレンです。よろしくお願いします。ハリーさんです。よろしくお願いします。こちらに。ゆめさんと中川さん、お願いします。以上になります。よろしくお願いします。ウィス、ここに匿名書いてあります。はい、ありがとうございます。大丈夫です。読みとして、うん、ナンバー2で合ってますか。氷河期2で合ってます、ね、わい。People、 ここからは番組おすすめのエンタメ情報をお伝えする J-Wave Entertainment Stream F のコーナーです。いや、今夜はですね、世界が注目する2人組ロックバンド、ロット・バルト・バロンをゲストにお迎えしました。ドラム、ピアノの
中原哲也さん、そしてボーカルギターの三船雅也さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。はじめまして。はじめまして、ここでまずはですね、ロットバルトバロンが一体どういうバンドか紹介させてください。2008年に中学校の同級生である中原さんと三船さんによって結成された2人組のロックバンドです。ギター、バンジョー、マンドリン、ピアノ、和太鼓、グロッケン、マリンバ、フィドル、どんだけですか。ね、本当たくさんの楽器を使うことによって生み出されるその世界観は、日本だけではなくサウンドクラウドなどの音楽系 SNS サイトでも高い評価を受けて、今年の1月にはわお、ニューヨークツアー、ニューヨークツアー、成功させていらっしゃいます。早速なんですけど、ニューヨークツアー、しかも1月ですよね。1月です。いかがでしたか。超寒かったです、はい、めちゃくちゃ寒かった、大寒、なんか何年10年ぶりの大寒波みたいになって、マイナス一時期17度8度とかでニュースになってましたもんね、はい、なんかちょっと死を覚悟しました、でも日本から向こうに行って、うん、そのものすごい寒い中で、ライブを行っていかがでしたか。例えば日本と比べると、その、ね、自分たちが作り上げて出してる音楽に対しての反応とか、そう、日本の皆さんはすごく静かでこう一生懸命聴いてくれて、うん、なんかしっかり聴いてくれるなっていう反応があるけど、向こうはもう面白かったらその場でわーって言ってくれるっていう反応、うん、なんかもう終わった後に声かけてくれてよかったよとか言ったり、まあ、日本語歌詞なんで聞き慣れてないのか、うん、あでもアンユージュアルだったとか、でもすごい反応がやっぽくて、うん、すごくよかったよって言ってくれましたね。なんかそういう、日本ってそのすぐ例えばファンたちがライブの後寄ってきて、いやこれやこれであれあれやでっていうのも、うん、みんな結構一つ一歩だけ一歩後ろにいるじゃないですか、うんうんうん、海外だと結構ガーってくる感じで、そうですね、楽屋に来る勢いで、ああってきて、おーってなりませんでした、うん、びっくりしましたけど、ね、でもそういう寒い中で、しかもあくまでも完全に僕イメージなんですけども、特に今回のファーストアルバムが氷河期をタイトルにされてるという、まあ、ロットバルトバロンの氷河期をリリースされましたよね。氷河期、まあニューヨークのその寒さにもちょっとつながるところもあると思うんですけど、はい、なぜこのタイトルを選んだんですか。行く前からその、うん、なんていうのかな、なんかヒッチコックのめまいみたいな、日本の邦画だとヒッチコックのタイトル、映画だとヒッチコックのなんとかってヒッチコックの名前がつくんですけど、なんかそういう感じにしたら面白いかなと思って、ずっと氷河期ってタイトルにしようと思うっつって、向こうにレコーディングしに行ったら本当に大寒波に襲われて、お前がそういうタイトルにするからだってみんなに言われて僕は謝るってそんなことが起きましたけど、やっぱり聞いてると、アイスランドじゃないですけど本当に氷河期をイメージする、それもやっぱりその曲作りの時点で結構イメージされていたんですか。ちょっとその凍りつくような、だけど少しちょっと美しくて綺麗な世界観を作っていこうかなというものは。そうですね、でもなんか最初はなかったんだけど、なんとなく浮かんでて、だん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 やっていくうちに、なんかこの氷河期ってワードにこう今まで作った曲が全部向かってったって感じですかね。なんかそうするとこの言葉から逃れられなくなってきてたんだ、これしかないなっていう感じになってくるっていう、曲を実際作るときには、例えばテーマを最初に決めていくんですか、それとも例えば2人でジャムったりして、でそこでそこから作り上げていく。そうですね、なんか、はい、でもあんまテーマは決めないかも。なんかやり合っててどうかなとか言ってる間に、そのうちなんかこういう犬ぞりに乗ってるみたいな感じにしたいとかいう、なんかイメージが出てきて、なんか投げるみたいな感じが多いかな。いやでも聞きながら本当にそのいろんなイメージがふわっと出てきて、すごいストーリー性を感じますね。では早速ここで1曲、ロットバルトバロンの氷河期から聞きたいと思いますが、今夜はどの曲をオンエアしましょうか。ぜひとも曲紹介もお願いします、はい、アルバムの2曲目です、ロットバルトバロンの氷河期から氷河期2。これかな。あ、このタイミングで、このタイミングで、いや、だからぜひぜひ。はい、はい、ではこちらはい、ありがとうございます。あ、スペシャルなんだ。ちょっともう一枚お願いします。はい、はい、よろしく。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。懐かしいな。僕の初めての
テレビの仕事がスペースシャワーだったんですよ。あ、本当に。あのミュージックアップデートっていうシェリーちゃんと一緒にやる番組で、懐かしいです。いろんな素敵なものがあります。その後、はい、日本をあの縦断する番組で、はい、当時まだ杉山ハリー時代だったんですけど、杉山ハリーの日本縦断スペシャルキャラバンといって日本を回って。美味しいもの食べながら素敵な音楽と触れ合うっていう。わあ、羨ましい。素晴らしい。最後が奄美大島に行って、そこで三線をあの現地のアーティストさんと一緒に弾くっていう。いいな。むちゃくちゃでしたね。奄美行ってみたいですね。夏とかどうですか。逆にものすごいあの勝手に氷のイメージが常についてしまったんですけど。夏は、夏すごい好きですよ。夏好きですか、うん、沖縄行きたいね。バンドで沖縄ね、まだ行ってないですね。そう、いいっすね。ちょっと鶏飯を食べながらロットバルトバロンを聞く。斬新ですね。斬新な変なプレイだ、ね、変なんですよね。ちょっとイギリス行った方がいいんじゃないですか、こういう音楽は。イギリスのどこ出身なんですか、うん、僕グラストンベリーなんですよ。グラストンベリーなんだ。サマーセットっていう種の、うん、あのグラストンベリーっていうロックフェスなんですけど、うん、そこは実は実家で。ああ、うん、そうなんですよ。すげえ。イギリスには何回か行ってるんですけど、でもあんま記憶はないですね。わバンドのロゴマークがあるんですけど、はいはいはい、それが昔ハイドパークに建てたガラスの建物をモチーフに。え、マジっすか。ロゴマークを作って。え、なんかステッカーあったら貼らさせてくださいよ。あ、持ってきますか。ぜひぜひ。ぜひ。わ、そこに。ことかなズバッと。ズバッとぜひ。ズバッと僕のあの。貼ってください。あれなんですよ、あの、手帳。手帳。その年行ったライブのアーティストとかの。ステッカーとかバーって貼りまくったりしてて、じゃあちょっとライブに来てもらって、ね、ぜひ。6月7日6月7日と3日、しかもラママもやるんだ。ラママはご存知ですか。もちろんです、もちろんです。わ、そのアーティストもそうですけど、お笑いさんのね、あ、そうですね、ライブとかでも、ね、うん、僕らが始めたばっかりの時はもうラママにお世話になってて、行きます。氷河期2、氷河期2タイトルですね。それで2、What a beautiful and relaxing tune for your Friday night. That's Rot Bart Baron with 氷河期2でした。さあ、今夜は先月ファーストアルバムロットバルトバロンの氷河期をリリースされたロットバルトバロンのお二人をゲストにお迎えしています、はい、いや、もうなんか一生説明ですかね。そこからもう本当にあの氷の中、周りには人は全くいず、もう本当にあの何ですか、ミステリアスな世界でシャウトしてくるこの感じがもう素敵ですね。ありがとうございます、ね、あの本当にそのアレンジ含めてたくさんの楽器を使われていると、はい、そのこだわりに関してちょっと聞いてみていいですか。僕ギター弾くんですけど、はい、ギターを弾くのと同じぐらい、うん、なんか同じように等しくいろんな楽器があるのに、うん、なんかそれを知らないで死ぬのはもったいないなと思って、そう、なんかいろんな、僕あんまり大して弾けないけど、なんかたくさんやりたがりなんです。いやいやいや、大して弾けないけどって言ってもちょっと待ってください。相当ですよ。ギター、バンジョ、マンドリン、ピアノ、和太鼓、グロッケン、マリンバ、フィドル。いっぱいピアノもシンセサイザーも使いました。そうですよね。はあ。そう、なんか10種類ぐらいの多分ね、キーボードが入ってるはず。うん。結構あのレコーディングとはトラック数が半端ないんじゃないですか。なんかヒュージだ。ちょっとそういう場を見てみたくなりますけどね。さあ、現在ロットバルトバロン The Ice Age ツアー2014、もう真っただ中というわけですけども、東京公演が6月7日ですね、はい、渋谷ツタヤオーネスト、そして8月3日渋谷ラママ渋谷となっていますが、まあ、ちょっと今ツアー中ということで、まあ折り返し点ですが、手応えとかいかがですか、うん。北海道と仙台の方を回ったんですけど、毎回毎回全然違うライブになって、それはお客さんのからもらうものもあって、それを受けての反応もあるし、なんか空気の違いもあるし、もうなんかもう一個一個の瞬間がすごい違くて、あ、なんかなんていうのかな、大事すぎるというか、なんかもうなんだろう、瞬きするのがもったいない感が。そうですね、本当に三船さんは私も吸収できるものがもうたくさんあるっていうことですね。普通だと見てる人の方がうわすげえなっていうのが、ああ、でもこれ今日のライブはこういう風に違うんだなって。そう、なんかもらうことの方が多いかもしれないっていうぐらい、いろんななんか、
その感動はあったなって思って、うん、やるたびにね、次の後半がすごい楽しみで、どうなっていくのかなとか、どんな人に会えるのかなとかがちょっとワクワクしつつ、怖いのも半分ありつつ、まあ、ぜひとも皆さんね、この異空間も氷だけではなく、ちょっと中世的な、まあ、15、16世紀のすごいメディーバルな、そういうロマンチックな世界観味わってみてはいかがでしょうか。6月7日、渋谷ツタヤオーネスト、そして8月3日渋谷ラマン、渋谷ラマンマ、渋谷です。 J-WAVE Entertainment Stream F、 今夜はですね、ロット・バルト・バロンのお二人をゲストにお迎えしました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。短かったですね。いやいや、ありがとうございます。ぜひ、ありがとうございます。僕の本当にそのまんまに感じたものをちょっと、いや、すごい嬉しかったです。言葉足らずでちょっとたくさん感じて、すみません。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。またお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今度スタジオライブとかさせてください。ねえ、いいですよね。JW ブームね。ありがとうございました。ありがとうございました。ステッカーいつかお願いします。お願いします。電話つなぐことになりましたので、お願いします。ここでですね。そうです。生放送ならではのサプライズがこれから あ、そうか、うん、ハリー杉山がお送りしています J-WAVE Hello World。 今夜のテーマは祝スカパラ25周年、今年デビュー25周年を迎えている、日本が世界に誇るスカバンド、イエス、東京スカパラダイスオーケストラのアニバーサリーをですね、なんと谷中さんをお迎えして、はい、一緒にお送りしています。今後どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。嬉しいです。はい、さあ、まあ、今回25周年スペシャルプロジェクトとして、亀田誠二さんもプロデューサーに迎えられてるんですよね。そうですね、はい、でバンドコラボの3部作、第1弾が、まあ、10フィート、第2弾が、モンパチモンゴル 800、はい、第3弾が、まあ、アジカンカンフージェネレーションとなっていますけど、はい、まあ、毎回結構ね、うおマジかっていうアーティストの方々を迎えてもコラボレーションしていらっしゃいますが、これどういうふうに、このアーティストしようかなというふうに思われてるんですか。そうです、もうみんなでザックバロンに話し合った、でなんか全員がいいなって思ったアーティストっていうことですけど、やっぱりこうその人にしか歌えない歌を、声を持った人ってことですね、はいはいはい、そういう人の方がやっぱり好きだし、その人にしか歌えない歌の声の人ですね。だからそういう人の良さを引き出しつつ、自分たちも、インスピレーションを受けるようなコラボレーション終わった後にお互いが一歩成長してるような相手を選べたいなということで、それもタイミングもあると思うので、お互いにとっていいタイミングかどうかっていうことをすごく一番に考えてるかな。なるほど、そうやって、うん、まあ、このような本当に凄まじい素敵な流れになっておりますが、実際コラボレーションする相手によって結構プロセスとかも変わってきたりとかしますか。そうですね、でもまあ大体自分たちで音源作って、でバンドコラボの場合は音をまず作ってリハーサルで、遊ぶ余地を残しておいて、はい、相手のバンドが遊ぶ場所を残しておいて送って、それでこう聞いてもらって、で一緒にリハーサルに入って一緒にこう落とし上げていくとか、バンドコラボレーションの場合はボーカルだけじゃなくてバンドサウンドとその看板も引き下げて、プライドも引き下げて一緒に来てくれるので、そのプライドのぶつかり合いがすごく楽しいというか、いやーもう凄まじい、まあ、現場になりそうですが、まあここでですね、ちょっとした、お言葉を聞きたいと思うんです。コラボレーションした方の中で、はい、まあ、この人とはぜひともちょっと話を聞きたいと。しかもですね、今日はなんとですね、はい、
生で電話がつながっております。そうなんですか。ここですね、その方にちょっと話を聞きたいのですが、はい、奥田民生さんいらっしゃいますか。いますよいますよ。わざわざすいません、谷中です。どうも、いや知ってますよ、はい、お疲れさんです。お疲れ様です。どうも。もちろんですね、奥田民生さんのコメントを聞きたいと思うんですけども、2002年にリリースされた歌村シングル第3弾美しく燃える森、そして2010年のスカパラデビュー20周年第1シングルとしてリリースされた、流星とバラード、まあ、ゲストボーカリストとして参加されている民生さん、民生さんお疲れ様です。大きな声で喋ってくれるかな怒られた怒られた打ち上げ中でちょっと打ち上げ中なんですね。今日ライブだったんですもんね。すいません、ライブばっかなんですよね。神戸なんです。神戸、お、いいですね、あ、俺ら一昨日ぐらい行ってましたよ、はい、マジかよ、またペンペングサをもう肺炎状態にして帰って行ったんですね。ペンペングサは会えないって表現が昭和田村さんありがとうございます、はい、時間作ってくださいまして。いやいや、どんなでしょう。田村さんちょっと伺いたいんですけど、どんどん俺の前で、はい、肉がさばけていってるんで俺のがなくなってますけどねじゃあですね、サクッといきましょうか民生さん、あの、まあ、あの25周年をスカパラが迎えるということで、25周年、はい、あの民生さんにとってはこのスカパラ、あのちょっとどのような存在か、そして、まあ、一緒にコラボレーションしたことは、ね、はい、スカパラっていうのは、まあ、みんなもご存知と思いますけど、数が多い、人数が多いんでね、うん、もうね数で来るんですよ、うんもうなんていうの、僕一人ですしね、はい、その多数決で負けるんですよそんな感じですかねちょっと待ってください。多数決でなんか決めたこともないじゃないですかっていやいやいや、でもさ多いじゃんやっぱ人数が。まあまあね、でもなんかそんな人数多いのに全員と仲良くしていただいてありがとうございます。いや、なんかでも人数が多い割にはみんななんかこう、なんつったらいいんですかね、仲良しですもんね、みんな。そうです。なんで笑いながら言ってるんですか。表面上かもしれないですけど。表面上じゃないですよ。でも民生さん、要するにその多数決というか、じゃあこのような曲にしよう、このような詩にしようというときに、うん、結局どうなんですか。どっちかが折れるとかそういう風になるんですか。それともいや、なんかね、うまいことその、はい、その時その時にこう順番でなんかこう。リーダーが変わる的なムードがあるでしょ。はい、そうだから、なんか、はい、うまいこと言ってるんですよね。そうですね、いつもだから北ちゃんばっかり言うわけじゃないですしね、うんうんうん、だからなんか うまくいくんですよ、うん、何なんでしょうねあれ、なんか決まってんのルール、うん、なんか班長順番制みたいな感じですね、なんかねなんかそんな感じしますよ順番に班長になるみたいな、日直がなんか、ね、あ、そうそれこそ最近リハーサルそうやってやってますよ。そう、ああ、リーダー回して。さすがに煮詰まってきましたか、25年後に。いや、工夫してるって言ってもらっていいですか。あ、そう。一生懸命工夫してるって言ってもらっていいですか。すいませんね。もうね、酒も入ってるんですね。いいな。普通に電話してる状態ですけど。いや、いいですね、この感じ。たまりませんね。以外にも聞いてるかと思うと、今ちょっとビビってきましたね。いや、でもなんか本当に気持ち良さそうな感じで、このインタビューに応じてる田辺さんですけど。羨ましいね。いや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 。田辺さん、以前この美しく燃える森という素晴らしい曲を、一緒にコラボレーションされましたけど、その時とかいかがでしたか。一緒にスカパラの皆さんと一緒にその曲を作り上げて。どうでしたっけね、うん。もうあれもでもだいぶ前ですね。すごいですね。いや面白かったですよ。うん、なんだろうね、まあまあ、自分の作る曲とは違いますんで、結構複雑じゃないな、なんだろうな、難しい曲じゃないですか、うん、割と、うん、そうですね、うん、はい、でなんかそのなんていうのかな、簡単にこうやらせてもらえないというかねせちゃっと歌って帰ろうとしたら結構大変だったみたいなところはありましたけどあの時リハーサルに来てもらって、はい、結構
割と自分たち的にはすごいキー高いかなと思ったのに、やすやすと歌いこなしてて、僕らが高い声出てすごいっすねって言ったら、高い声出るからいいってもんじゃないって逆に怒られた記憶ありますけど。そうだよ、俺の声を割と低い声だと思ってる人が多いからね。言っといてくれる、言っといてくれる。クリスタルキングぐらいいけるっていうところ。クリスタルキングですね。ちょっとそれもまたちょっと聞いてみたいですけどね。クリスタルキングなんかちょっと田村さんの声も。いや田村さん、はい、本当にすいません、ありがとうございます。ごめんなさい、もう肉を食べたい感じがちょっと声からも伝わってきた感じがしますので、肉食べてください。本当に、まあ、あのおめでとうございます。ありがとうございます、うん、はい、25周年、まあ、ちょっと今回けどね、全然25だからね。次また30周年で打ち上げでは。あ、すいません。いやー、田村さん今日本当にお疲れ様でした。そして素敵な肉を楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、どうもー、おー、いい夜を、はい、良いお年を。良いお年をじゃないですよ。良いお年をじゃないですよ。最後の最後に挟んでぶっ壊してくれるの嬉しいですね。さんざん曲名言ってたから大丈夫だよね。大丈夫です面白いねやっぱね。ああ、これは結構レジェンド的なものですね。生放送ならではの、うん、タミオさんぐらいのクラスの方がもう生放送でいきなりぶっ込んで入ってくるのってなかなかないことなんでね。ああ、嬉しいですね。嬉しいですね。本当。すごいなんかリラックスして大人に遊ぼ、気持ちよそうでしたね、遊ばれた感じがします。高いですもんね、キーそこそこ結構高いんだよ、ね、これ、うん、一番上ラかな、 A かな、うん、でこういう声であの男が歌ってると、はい、女の子のファンの子たちがそのキーで歌えるからいいんだよね、はい、ああ、なるほどなるほどなるほど、うんうんうん、ちょうどいいっすね、そっか、そういうことなんだなと思って俺 A ですもんね、そこそこ、うん、そうそういうことがあるんだろうなと思って、男の高い声の人ってライブでのバトルですよね、うんうん、と思ったりして、いや気持ちいい、うん、すごいいい景色だなここは。いや気持ちいいですよ、うん、ね、最高だね。あと必要なのはうん、ワインぐらいですかね。このでワインをワインだけでよかった。まだもう一声来るのかと思って楽しみにしちゃったけど、ワインぐらいティアーモな感じで、ティアーモな感じ。僕があの、当時すごい仲良かったスウェーデン人の女の子いたんですけど、うん、ちょうどティアーモが出てきた時に、うん、Who is this sexy guy? ってずっと聞いてて、お、本当に？そうなんですよ、嬉しいね、金髪のスウェーデンの女子が、よろしくお伝えくださいって言われて、もうよろしくお伝えできないね。いやいや、Facebook 上でよろしくお伝えします。嬉しいね、それは。じゃあその言葉をポケットにしまって帰ろう。これにポケットにしまって隅っこに。いやいやいや、ありがとうございます。一番リクエストが多い曲です。あ、これやっぱりそうです、はい、人気ですね、やっぱね、うん、これ夜やっぱ聴きたくなりますね、うん、結構お酒飲みながら聴いてらっしゃる方も多いみたいな、うん、いや最高ですねそれは、うん、このそうですね、あのそうだな、これは結構本当にいろんなことがうまくいってるんだなって気がしますね、うん、うん、ダミアスのやっぱ歌すごい、本当に本当にすごいと思う。なんかこうこともなく歌っちゃうので、本人も言ってたじゃない、だからすごくないのかなって思っちゃうんだけど、あの
本当に簡単に歌うから。いや真似できるからやってみってやってみってできないからっつって。いやー、タミオさん本当にありがとうございます。あの最後の一言で良いお年をとかっておっしゃってましたけど、ね、一ネタ入れられましたね。いやそれにしてもあの今曲を聴きながら、谷中さん言ってましたけど、うん、このタミオさんのこのボーカル、うん、凄まじいと、うんうん、すごいですねやっぱな、うん、本当に本当その前でさらっと歌ってしまう感じですかね、うん、だから結構すごくあの難しかったりすることもね、うん、本当に簡単に歌っちゃうんだ、だからああやって歌いたいなってみんな 思っちゃうんですよね、うん、そういう人って本当にうまいってことだね。いや嬉しいですね。いやもう一緒に海外でねやりたいんですよ。あいつか。なるほどなるほど、うん、海外の人に、うん、あのフェスティバルでタミオさんの声を聞かせたいな、はい、いやそれは僕ささやかな夢なんですけど、いつか、ね、素敵じゃないですか。東京スカパラダイスオーケストラでお送りしたの美しく燃える森、今日たくさんの、リクエスト皆さんからいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ今夜はですね祝スカパラ25周年ということで、デビュー25周年を迎えている東京スカパラダイスオーケストラをセレブレートしていますが、まあ、先ほどはですね、タミオさんの素敵なコメントを、話しながらいただきましたけど、これはですね、まあ、亀田誠二さんプロデューサーに迎えてのバンドコラボ3部作の第3弾目のアーティストアジャンカンフージェネレーションからも、コメントをいただいています。マジっすか。ここでぜひとも Let's have a listen お聞きいただきましょう。いや嬉しい。はい、アジアンカンフージェネレーションの後藤です。清志です。北です。山田です。この度は我々ねスカパラダイスオーケストラ東京スカパラダイスオーケストラの皆さんとコラボレーションをね、はい、やらせていただきまして、はい、うん、まあ楽しい。楽しかったですね。楽しかったな。本当楽しかったですね、うん、どうですか印象ね。そうですね、やっぱなんかこうすごくいいお兄さんたちというか。本当にそう思ってる、はい、結構なんかなんていうんですか、ちゃんと4人分け隔てなくなんかこう話しかけてくださるというか、いじってくださるというか。俺たちはね、俺って山ちゃんと俺かな、うんうん、あの仙台の夜にね、うんうん、スカパラ武勇伝を、うん、浴びるほど聞いたのでそうでしたね。さらにコラボ後さらに飲みに行って、うんうん、この人たち俺たちより全然ロックンロールだぞと普段はジェントルですけど、ね、ジェントルだけど、うん、夜の伝説がすごいっていうのは分かって。あなるほどね、うん、ちょっと放送には乗っけられない話をたくさん聞きましたけどね、うん、まあ、あとまあね今回はまあ作詞を共同でやらせていただいたというかね。あこっちと谷中さんで、うん、まあ、共同っていうよりはまあ谷中さんリードのもとね、うんうん、まあまあなんか上手に僕も乗っかることができたなと思って、なんか最初に言っていたあの谷中さんが最初のリハーサルの時にね、うんうん、そのこんなのがいいんじゃないかって言ったイメージと、はい、僕はちょっとねあの普段自分のバンドでやったことないような大人のエロさも持ってくださいみたいな、なるほどなるほど、お願いも大体叶えてくださってね、すごい楽しかったですよ。バーッとこうねメール2人でやり取りして、はい、こういう言葉どうですかとか、ね、ちょっと違うんだよねみたいなやり取りとか、うん、僕はこっちの方が歌いやすいですみたいなやり取りして、うん、すごい熱かったですよ。あと夜中さんなんか全然関係ない時に、うん、なんか詩のプレゼントみたいなのを詩をプレゼントしてくれるんですよ。よく未だにたまにこうメールがファーってきて、なんかすごい、うん、なんかあの多分誰にでも発表するでもなく、うんうん、僕宛てになんかこう詩を書いて、詩すげえ詩ですよねあれはね、うんうん、詩のような メールなんですけども、あれは僕は詩だと理解してますけど、うん、こっちもそれに詩で返すってことあるんですか。そういうなんかまだ掛け合いバトルはないんですけどまあ普通に一人の谷中ファンとして読んで、うん、あ貴重ですねそれは。かっこいい、貴重だね、うん、そういう付き合いが続いてますけどね。本当にでもね25周年、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。この後まだナルムゲンフェスありますんで、はい、一緒にウェイクアップを演奏できる日を楽しみにしております。はい、ということでアジアンカンフージェネレーションの皆さんありがとうございました。
なんか武勇伝ってなんか悪いこと、ね、いやいやしてるみたいじゃないですかね。聞きたくなっちゃいますよ。放送には乗っけらんないとか言われたら ね、 本当 ね、 ねもじもじしちゃいますけど、ね。柳川さん結構いろんなキーワードが出てきたんですけど、はい、大人のエロスとかあと死のプレゼントっていう言葉が出てきましたけどもね、はい、これは いかなるものなんですかね。いかなるもの。いや歌詞書いてて、うん、でなんかどんな感じにしようかって最初のリハーサルで話した時に、はい、ゴッチが僕せっかく一緒にやるんだら、はい、柳川さんが持ってるそのエロさみたいなものをちょっと歌ってみたいですって言ってくれたんだ。はいはい、それ面白いかもねって、じゃあやってみようかって言って、でもうさらっとやったらすごいですね、すぐできるんですねって言ってびっくりしてその部分が多分ね、多分っていうかウェイクアップの2番の歌詞だったりするんですけど、そういうところもすごくね、普段のゴッチじゃ聞けないような、ちょっとセクシーな感じに聞こえるんじゃないかなと思うので楽しみにしてほしいですけど、うん、じゃあ例えばそのボーカルのダイレクションとかでも、うん、もうこうやって歌った方がいいとかそういうのもあったんですか。それなんか亀田さんも含めてやっぱり少しずつやってますけど、はい、基本的にでもゴッチは結構自分でプロデュースすごくできる人なので、はいはい、歌詞もそうだし、サウンドも、サウンドも歌い方も、歌い方も、はい、だからそうですね、こっちの方がいいんじゃないとか、そういうふうに言うぐらいですよね。本当に谷中さんの歌詞といえば、まあその男心満載、うん、そしてロマンチックでありながらそうです、結構ストレートに伝わってくる印象が強いんですけども、うん、まあ、どうやって生み出していってるんですか。そうですね、はい、めめしくてじゃないですけど、うん、めめしいって男のためにある言葉じゃないですか、はい、男も意外とデリケートだぞみたいな、はいはい、男の方が、うん、それなんか男友達同士で話したりとかしてるとそういうことがすごくよく分かってきたりとか、なんかくすぐったかったりとか、はい、なんかこうすごい長い間かけての男の友情があったりとか、一晩でいきなり大親友になったりとか、そういう男同士の世界すごい面白いなと思っていて、うん、なんかそういう断るごとにいろいろ自分でメモ取ったりとかしながら、なんか携帯電話でずっとやるんですけど、あ、携帯なんですね。でなんかずっと鍛えて、うん、毎日のように詩を書いてて、はい、でまあそういう詩とは別に歌詞書くとき、それはその詩を書いてることが、うん、なんつうんだろう、自分の筋肉となってる、ガソリンってことですね。ガソリンっていうか、うん、だから歌詞書くときにそれは支えになってるってことがありますね。うん、それ例えばどういうときに、例えば、うん、勝手に僕もあくまでもアーティストさんのイメージなんですけど、うん、街を歩きながらふとある出来事を見かけたと。そうですね、うん、出来事見かけてもありますよね、うん、そうですね。だからもう今日もなんか渋谷の駅のところでなんか、カップルがちょっとな、女の子が男の子に柱にこうなんつうんでしょう、アプローチされてるっていう、アプローチされてるっていうか、ちょっと喧嘩っぽいなみたいな。あ、なるほど。あ、そっちのアプローチではなく、うん、そっちのアプローチなんですね。なんかちょっと口喧嘩。あ、なるほど、なるほど。そういうのとかあるじゃないですか。うん、わかります、わかります。一人で携帯見ながら涙流してる美人な人が銀座にいたりとか、はいはいはい、するわけじゃないですか。そういうの見たりとかすると、あ、これってどういうことなんだろうとか思いながらとか、で他の景色見ながらとか、なんか自分なりにそういうことを発表するでもなく残しておこうみたいなので、ちょっとこう描写して、うん、でその人の心情とか想像したりとか、その人が幸せになりますようにって思いを込めたりとかしながら勝手に作っている詩みたいなものがあるわけですけど、うん、あ、そうなんですね。じゃあ本当にそういうものをこう貯めていくってことですね。でそれを例えば見かけたものをじゃあ携帯にちょっとピピって入れて、入れますね、後でいちいち入れますね。あ、それで家帰って振り返るんですか、ちょっとした時間に、うんうん、でなんか例えばなんか、まあ、発表したりとかそういうの時があるわけじゃないですか、うん、ちょっと詩をお願いしますみたいな、はい、言葉をお願いしますとか、自分でツイッター書きますとか、うん、そういう時に出す時にこうそのもう少し直して綺麗に読めるように読みやすいように直して出すみたいな、うん、あ、そういうプロセスなんですね。そっか、うん、いやでももっと細かくちょっと詳しくちょっと今日もですね、はい、谷中さんの脳細胞をいろんなところがいろんな角度から見ていこうと思いますが、引き続き皆さんぜひともね、はい、メッセージ、ください。ハッシュタグ HW813 がツイッターの方です。メールは番組ホームページ右上のメッセージ&プレゼント、HW@J-WAVE.CO.JP 直アドの方ですね、でお待ちしています。
さあ J-WAVE Hello World お知らせに続いては25周年スペシャルプロジェクトとして亀田誠二さんをプロデューサーに迎えての、バンドコラボ3部作の第2弾、モンパチとの流れゆく世界の中でお届けします。あ、こっち飛んだんですね、もう。はい、はい、すみません、すみません、 OK です。で、喋りすぎちゃった。全然全然で、今の話をあのドア頭にまた持ってきますので、はい、コラボレーションの話を、はい、すみません。やっぱでも男同士に切ないことを話すほどあのきついけど楽しいものってなかなかないですよ ね、 あ、そうですね。なんかこういうことがあって、うん、特にその恋愛面とかで、うん、結構ね、はい、なかなかね、お、クリスさん、はい、うん、倍音がすごいですよね。なんかね、あれバリトンボイスですよね。いやでもそういうなんか俺だからホットハンドレットで出て喋ってるとツインバリトンみたいな、ね、どっちがどっちの声なんだろうみたいな。楽しいんですよ、すごくグルーブするんですよ。音でグルーブするんですよ、音で。さあ今回スカパラ25周年スペシャルプロジェクトをバンドコラボにした理由、この後ですね中さんに詳しく伺います。はい、この声もまた本当に気持ちよくブレンドしてますね、このモンパチさん、はい、ね、これも特にそうかな、うん、そう、途中であのモンパチコーナーみたいな、うん、なんかサウンドも、はい、うん、とこもあるし、あの歌詞もすごく、うん、あの清作がなんか生きる歌詞にしようと思って、うん、でなんか最初結構ね小難しい内容の歌詞をね、はい、書かれてたんですね。ちょっと理屈っぽいっていうか、僕歌詞割となんかちょっとあの一回読んだだけじゃ分かんないような歌詞とか書くのも好きなので、はい、そういう感じで書いてたら全然清作の良さが出なくて、リハーサルで歌ってもらった時に仮歌で、はいはい、なんでこれはもっとあのシンプルにしなきゃダメだと思って、うん、シンプルで大きい世界にしようみたいなので書き換えたりとか、うん、うん、はい、涙が出そうに、すごいキュンキュンして、すごい綺麗な言葉がすごい綺麗に並んでますよね。めちゃくちゃ嬉しいです。うん、嬉しいです。これ実はあれなんです、僕あの自分 の、 あの飼ってたね犬がね、ちょっと、うん、ああそうだったんですね、ことがあって、うんうん、そういうそういう気持ちがこう結構こま込められてるんですけど、うん、あったかいけど切ないみたいな。そうですね、うん、どうしてもなんかあのなんだろうな、あの後悔するときにすごい強く思ったりするじゃん。わかります。もっと話しときゃよかったとか、はい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 、大好きだったんだ俺とかみたいな、後から思うことが多いんだけど、はい、なんかそれってあの今思ってればそれに勝てないかなと思って、だから後悔に負けてんだなと思って、感謝がてかもっと感謝しなきゃみたいな、そういう気持ちでが、うん、もっと感謝しとけば後で後悔しなくて済むんじゃないかなっていう考えやん で、 でそういうことがこう込められてる歌詞なんですけど、うん、そうですね、やっぱその、うん、僕の場合だとおばあちゃん、あの、うん、2年ぐらい前に亡くしたんですけど、うん、おばあちゃん子で、一緒にいる時には一緒にいる当たり前だからこそ、これ永遠のテーマだと思うんですけど、うん、ああもっと優しくとけばとか、ああもっと例えば脳梗塞の前に もっと一緒にやれることあったんじゃないのかなとか、あ、はい、あ、何ですか、あのもしくは、そうだよ、朝まで遊びに行ってるんじゃなくて、おばあちゃんが俺の携帯に必死に電話して大丈夫なのかっていうのを、ああいう時にちゃんと返して、おばあちゃん俺ちゃんと今日帰ってくるからごめんね、今大丈夫だよっていうものを、やっぱ後悔っていう気持ちは永遠残りますよね。そうだよね、うん、そう電話くれてたんだ。そうなんですよ、そうなんですよ、心配だったんで。嬉しいね、本当に
でも21、2でもうなんかとりあえず遊びに行きたいぞみたいな自分はバカだったんでね本当に。そしたら国際電話で来たの、ちょっとおかんがイギリスから電話かかってきて、おばあちゃんがもう電話して、なんだよ電話取んないのよみたいな、お母さんに怒られて、お母さんに怒られて、で後ろではもうイエローのなんかハウスの音楽ガンガン流れたりとかねえ、なっ、はい、まあ今遊んでる時期やもんな、しょうがないよな、21人ぐらいはそんな感じしたね、うん、リクエストを選んでいただいてもよろしいでしょうか。あ、はい、ごめんなさい、その話すごい、はい、思い入ってしまっちゃう。ツイッターもあります。あ、久しぶりこれにしようかな。はい、ありがとうございます。そう、最後この曲の最後に、うん、あの笑顔で佇むあなたが見えるよっていう、うん、だからそういう、きます。はい、なんて美しいストーリーを、醸し出す曲でしょうか。流れゆく世界の中で、東京スカパラダイスオーケストラフィーチュリングモンゴル800でした。いやー、いい曲ですねこれまた、うんうん、ありがとう、ね、その男性一応もそうなんですけども、うん、先ほどあの、ね、女性からの意見もやっぱりその、うん、悲しいだけど切ないだけどなんかちょっと温かいという、ね、うん、温度がある曲ですけどね、うんうん、やっぱね、はい、大事にしたいですね、うん、今をね、うん、ですよね、後悔なくというところですかね、うん、そうですね、それがこの曲に込められたメッセージ、うん、はい、はい、流れゆく世界の中ででした、はい。さあ柳川さん、はい、まあ、25周年を迎えてます、うん、そしてスペシャルプロジェクトとしてこのコラボレーションが行われてるわけですけど、その理由を伺ってみていいですか。そうですね、なんかまあ、うん、今までこうボーカリスト呼んで やってたんですけど、はい、ちょっともう、それもずっとやってきたので25周年ならではの新しいことをやりたいなということで、うん、はい、僕らももうメンバー9人いるんで、はい、まさかバンド迎えてやると人数多すぎるよねみたいな、相当な人数ですよね。ドラムも2人、ベースも2人、ギターも2人って結構大変なことになるんで、うん、はい、まさかやらないだろうって思ってたことを逆にやってみようかっていう逆転の発想で、うん、まあ、それからあのプロデューサーの亀田さんが、はい、もうできるんじゃないっていうのを言ってくれたので、じゃあやってみようかということですね。だってこれって実際だとそのベースが、ね、2つあるとかもギター2つもその全部含めてもうやっぱりもう全員出るんだっていう形ですよね、うん、そうですね、うん、それであの誰がやっぱりまとめるんですか。その亀田さんなんですか。亀田さんまとめますけど、まあ、スカパーのメンバーとか作曲した人間がまとめていく部分もあるし、うん、はい、まあ、リハーサルやっぱアレンジの時にはみんなそれぞれ口を出しながらやるので全員でやってきますよね、うん、ああ、だからあの今かかってる先行の10フィートの時は、はい、あのボーカルのタクマがものすごくアイディアいっぱいくれたので、それをこうその場でやってったりとか、はい、あの歌詞もその日にね、あのここもうちょっと変えた方がいいんじゃないですかって言われたんで俺書き換えたりとか、当日俺書き換えてんのって俺結構珍しいなと思いながら、たくまさんからってことですか。たくまさんに言われたくまに言われて、はい、そうそう、でもそれもすごい面白くて、うん、でまあたくまもなんか俺が書いたものをさらになんか書き直した、うん、あの部分があったりとかね、その日にやったことが、うん、ちょっと今までちょっと経験したことないようなシナジー効果、そうですね、まあインスピレーションの人なんだなっていうかね、ひらめきものすごいあるので、うん、うん、だからそれに乗っかっていこうということもあるし、うん、まあ人によってやり方は全然違いますよね、まあ、そのコラボレーションの中でもあの非常に印象的だったのがスカパラのイメージがスーツっていうイメージが非常に強くて、で10フィートのケースでも、であのモンパチさんのケースでもみんなそのお揃いのスーツを着ていれると、これやっぱりそのスカパラにとってのスーツはマストアイテム、もちろんもちろん、うん、もうデビュー当時から着てますからね、で同じ生地のスーツでみんなあの形が違うっていうのは、これはずっと変わらないことですね、25年間。これは、うん、あの例えばその、うん、曲によって違うのか、どういう場面によって違うんですか、うん、そうですね、まあ、年に3、4着作ってるのかな、2着くらい作ってるのかな、はい、少なくとも、うん、だからすごいいっぱい種類あるんですけど、まあ、アルバムによってとか、まあ、コラボレーションによってでもそうだし、うん、それこそあの奥田民生さんとも作ってるし、はい、あのその前の僕が初めて作詞しためくれたオレンジという曲も、うん、時も田島貴男の時にまた作ってるし、別に作ってるし、ね、あの千葉雄介さんかの時も作ってるし、別々に作ってますからね、うん、だからそういう意味ではすごいいっぱいありますよね。それみんな差し上げてるんですか、うん、そうですよ。でもなんかあの
今度一緒にやる時まで取っといてね、うん、みたいなことって結構大変じゃないですか、はい、だったら預かっといてくださいみたいな話で結局預かっていることが多いですけど、一応進呈しますっていうか差し上げますという形ですけど、しかも人それぞれやっぱそのサイズ感も合わせてるんですか、はい、合わせてますよ。あ、じゃあもう一着一着もう完璧そのテーラーしてるってことですよね、はい、もちろんもちろん、はい、で僕はこれ完全に個人的な質問なんですけど、はい、柳川さんの着るスーツのスタイルっていうものが、はい、まあかっこいいと、まあ、男が目指すようなこのシルエットとか立ち振る舞いとかすごい真顔で言われて嬉しい嬉しいな、後で連絡先教えていやお願いしますぜひそれってなんか例えば自分はこういうところこだわってるところとかあります、あのスーツの着こなし、そうですね、なんか僕的には、はい、なんか何年経っても古くならないような気持ちのものがいいなっていうか、うんうん、なんか体に合ってるもので、はい、でなんか無駄なデザインない方がいいなっていうことありますけど、うんうん、スーツもねやっぱりどんなにこう普通に作ってるつもりでも、やっぱ古くなったりするんだよ、不思議と形が、はあはあはい、あこれ10年前のスーツだなってもうすぐ分かっちゃったりするんだよ、例えば80年代に言われるデビッドボーイのなんかボーンってボリュームある感じですか、ちょっとこうボリュームのあるスーツだったりとか流行ったりするじゃないですか、だからそれに乗っかってっちゃうと乗っかってっちゃうでやっぱりこう短命だったりするんですけど、うんうん、だからずっと使えるようなエッジの効いたスーツを作りたいなっていうので、うん、でやっぱ背中のラインがやっぱり綺麗な方がいいなってことありますね、スーツはね、あ後ろから見たっていうところですか、はい、あとそれ絞り込みですか、あまだ V な感じですよね、うんうん、はでもその部分が一番大事なんじゃないかな、肩とさシルエットの面と素材とかも、うん、そうですね、うん、素材はでもねスカパラでやるときには、あんまりいい素材を使うとだってもうステージ上での、はい、でなんか濡れた状態のまます擦れるわけじゃないですか、うん、そうすると、ね、すぐ生地が傷んじゃうんで、だからそんなにむちゃくちゃいい生地は使えないですけどね、うん、まあ、スーツに対してのこだわりとかもね、うん、深く聞きたいところですが、ここでですね一曲聞きたいと思います、リクエスト、この柳川さんがチョイスしたものですが、キーさんから、カナリア泣く空が聞きたいです、はい、大好きなスカパラと同時に、ミシェル・ガラン・エルファントの千葉さんとのコラボ、曲調も大好きです、うん、なのでぜひとも聞かせてください、うん、ということで聞いてみましょう、スカパラでカナリア泣く空。この人とこの人ってことよ、ごめんごめんごめん、これ2つともキーさんだと思った、これ受けでからもいただいてます、できます、僕はイギリスから帰ってきて、で、初めてうわすっげえな日本のバンドもかっけえんだなと思ったのが二十歳ぐらいの時だったんですけども、その時見たライブがザ・バースデーっていうバンドだったんですよ、でこっち僕でしょ、そうです、だから僕はそのミッシェルの存在も全然知らなくて、で、台場で見たのかな、た時にはこの声とあとギターの確か今井さんっていう人の、あ今井くんね、元フリクションの方のその立ち振る舞い方がもうすごい渋くてかっけえなと思って、今井くんかっこいいもんね、もう大学の時から知ってるんだよ今井くん、あマジっすか、ちょっと周辺今井さんなんだけど、なんかバイトサングラス屋でバイトしてた頃し新宿の路上かなんかで、すごいな、すごいな、すごい話だな、かっこいいよねバースよね、いやかっこよかったですね、うん、本当、うん、千葉君の声は結構特殊だよ、他にいないもんね、もう特殊ですし、まあなんていうんですかね、男でもちょっとこれはあメロっちゃうなっていうか、うん、うわってちょっと来ちゃう感じありますよねそうだよね、うん、よくこんな声で歌っててずっと続くなと思う、要するにもう潰れないってことですよね、潰れてるのか最初からすごいよね、すごいお酒も飲むしね、うん、だからすごい痩せてるけどスタミナむちゃくちゃあるな、ベルッチでしたっけ好きなのが、なんだかな、あお酒、お酒、うん、なんか歌詞の中でよくベルッチ出てきてるよなんかビールの缶で戦車作れるぜとかいう歌詞があったよね千葉君の歌詞、ビールの缶で戦車作れるぜうわ面白い
それ千葉くんのギャグだね。カプセルさんからもリクエストいただきました。スカパラでカナリア泣く空をお送りしています、うん、さあ谷中さん、これはですね、はい、うん、まあスカパラ25周年祝ってるわけですが、はい、この曲もフィーチャリングされてる千葉雄介さん、うん、いかがですか、こういうふうに改めて聞いてみて。やっぱすごい、はい、いいですね、うん、彼はね、ワンアンドオンリーですね、うん、この声すごい、やっぱり、うんうん、なんかなんつうのかな、興奮させる声ですね、はいはい、人をね、本当に。それも男女関係なく、うん、なんか響きました、自然と。あ、なんか持ってかれてる感が、うん、今僕ライブじゃなくてもこういう風に、ね、曲を聴いても感じますけど、うん、なんか誰かと一緒に聴きたくなる感じ、うん、あ、いいですね。お酒よくね、こいつみたいな。あ、いいですね。お送りしてるのはそうです、カナリア泣く空でした。さあ、今夜はですね、谷中さんと一緒にもう本当に25年間さまざまなこととか、東京スカパラダイスオーケストラいろいろ触れてますが、うん、ね、本当に時間が足りないですね、本当に本当に、うん、俺なんか調子乗って喋ってたらすごい時間いっぱいになっちゃってごめんって感じで、着替えちょっと飲みに行きたいですね。本当にでも連絡先教えて、あとでお願いいたします。嬉しいです。そこでですね、うん、まだまだスカパラの魅力とか、歴史、いろんなことを味わいたいという方は OK です。東京スカパラダイスオーケストラの歴史と未来が詰まった25周年記念ブック、スカパラ入門 25 Years of Tokyo Ska、うん、発売されました。俺も持ってる。こちらですね。僕も読ませていただいたんですけれども、この本のために取り下ろしたという曲を含む3曲入りの CD が、そう、 CD ついてるんですよ。ついてると。これね。はい、YouTube ライブの方で今。田中さんがお持ちでありますが、田中さん、これまあ本当に先ほど話してもスーツから、うん、ちょっと歴史を振り返ったりとかいろんな魅力がありますが、すごいですよね、そうなんですよ、今4ページ目に、うん、東京スカパラダイスオーケストラスーツヒストリーといってメンバーの皆さんがそれぞれ全く違うスーツをこんだけあるわけですかね、まず ね、これまた結構奇抜なスーツとかありますね。そう、実はな、うん、でもね、やっぱり、うん、流行と違う感じの奇抜さなので、うん、だから古くなんないっていうか、うん、そういうとこはいいなと思って、さっきスーツのこだわりの話じゃない、はい、うんうん、流行と違うこだわりってずっと結構独自でいられるんだなっていう、うん、またメインストリームと違うところでのこだわりですね。そう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 、そういうものって古くならないんだなって気がしますね。谷中さん、この本の、まあ、たくさんの見どころありますけど、谷中さん的見どころとか伺ってみていいですか。この本のですか、はい、いや結構ね、なんでしょうね、いろいろも25年の歴史もあるし、メンバーもそれぞれこういろんな濃いエピソードがいっぱいあるのに、本はそんな濃くないっていうか入門で、はい、なんか読みやすいっていうところが俺はすごくいいなと思って、はいはいはい、うん、なんか見ただけでうわーってなっちゃう場合もあると思うんですよ、なんかこう字が多すぎて、まあ、年表があったりとか、うん、はい、なんかこういろいろ要素が詰まりすぎてて、はい、あ、ごちそうさまみたいな本もあると思うんですけど、この本は割となんか流して読んでもなんかこう読みやすいなっていう感じが、自分的にはすごくいいなと思って。そうですね、まあ、嬉しいです。僕的にもそのスーツ以外にも谷中さんがちょっと昔自分にとって印象的な場所を久しぶりに行ってみて、例えばスーツを初めて作った場所とか、うん、あ、そうです ね行きましたね。あと、まあ、未宿の話とか、あと他のメンバーたちにとって思い出の話、もう非常になんか、あ、まるで僕はまあ、ここまで言うとちょっとトゥーマッチかもしれませんけど、今までそのデビュー当時からのいろんなライブを感じてきたかのような風に思わせてくれる、本当にまさにスカパラ入門編、うん、皆さんぜひとも見てください。この3曲もね、めちゃくちゃぜひとも聞きたいですが、はい、いや、谷中さん、お時間になってきてしまいましたよ。ありがとうございました。今夜のテーマ祝スカパラ25周年、谷中篤さんにご登場いただきました。はい、ここですね、ええ、最後の1曲いきたいのですが、はい、谷中さん、どういたしましょうか。
これ最初に出した、うん、あの黄色いあのアナログ版のレコードで出したデビューのレコードがあるんですけど、はい、そこに入ってる曲で未だにやってる曲っていうことで、あのこの曲を選びたいと思います。はい、はい、東京スカパラダイスオーケストラでスキャラバン。締めうん、あの最後の締めの言葉があれだったので、そうですよね、すいません、どうしようかなと思って、ありがとうございました、ね、あ、それでもで、はい、あのそのまま、はい、別のあ CM に入りますので、うん、はい、そこは僕アレンジします。これでも CM 前にはこれ一応言わなきゃいけない感じ、じゃあ これ飛ばして、これで軽い感想プラス、はい、ジャジャさんからもリクエストいただいている曲なので、うん、それを、ありがとうございます。本当にありがとうございました。いや俺連絡先書いておく。ああぜひぜひ、ごめんなさい、はい、連絡先を書いてくださる、うん、うんうん、ぜひお酒飲まないけどね俺ね、やめたからね。もう全然お酒があってもなくても僕は心と心のつなぎ合いが非常に楽しいので、いいね、そういうのはね、やっぱね、はい、ごめん、読めるかな、汚い、あ、ありがとうございます、汚いアルファベット、まあ、谷中、あ、あの、ユーストリームYouTube ライブ動画配信、動画配信中だって、あ、そうですか、で、あとちょっともう、はい、あの、次のコーナー入らないといけないので、うんうん、あの、お礼で、はい、ありがとうございましたで、あ、それで、はい、なるほど、わかりました、OK です。Yes! そうです、聞いていただいてるのはジャジャさんもリクエストくださいました東京スカパラダイスオーケストラでスキャラバンでした。谷中さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、ありがとうございます。最後にお写真、はい、はい、お願いします。 OK です。ちょっとツーショットにします。せっかくなので本を持っていただいて、あ、はい、俺も持とう、はい、ダブルで、ありがとうございます。大きいんだね。でかいですよG ラブぐらいはないかな。 G ラブはないっす。 G ラブもっとでかいっすよ。はい、ではこちらお願いします。はい、チーズ。はい、はい、ありがとうございます。 OK ですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。明日山梨、そう、長崎で、はい、でぐるっと回ってまた、7月ぐらいにまた東京に来ます。そうだよ、東京ドームシティが7月途中で、うん、行かせてください。ぜひぜひ、あ、マジで、はい、連絡ください。わかりました、早速オンエア後にやりますので、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。
Got Me Crazy のタイトルでした。J-Wave Hello World Friday。 いやーもう正直あの完全に圧倒されてしまいましたね。僕あの田中さんとは今までお会いしたことがなかったんですけども、以前フジテレビであのファクトリーっていう音楽番組でそれをなんかか見学したあの経験があったり、いろんなメディアを通して、あなんかもうダンディーでどういう人なのかなと思ったら、めちゃめちゃジェントルマンでめちゃめちゃナイスガイだったじゃないですかね。もちろんあの正直あの大人の余裕、まあいろんなちょっと憧れというものをね今夜覚えました。そしてなんといってもスカパラのライブが、あー見たいな、あの場を経験したいな、踊ってみたいなと思います。東京スカパラダイスオーケストラ 25th Anniversary Hall Tour 2014 Scar Me Crazy、 明日山梨東京エレクトロン韮崎文化ホール、当日券がなんと出るそうです。そして8月9日にはスカパラ主催のフェス東京スカジャンボリー Vol.4 なんとですね、10 feet、 そうなんですよ、10 feet とモンゴル800モンパチも出演。詳しくは、スカパラのホームページをぜひともご覧ください。いやー行きたいな。さあ来週月曜日のハローワールドですね、 DJ 太郎さんがナビゲートです。テーマはハロワの名物企画、帰ってきたリクエスト。リスナーの皆さんからのリクエストに時間の限り、お答えさせていただきます。あなたが今夜聴きたい曲、ね、他にも例えばあもしかしてあの人も聴いてるかもしれない、あの人に届けたい曲、番組にどしどしとお寄せください。電話リクエスト受付番号は番組中に発表させていただきます。さあ J-WAVE この後12時からは Yes My Man となりますね。藤田拓海さんがナビゲート、東京リアライゼット続きます。ぜひとも引き続き聞いてください。 Yes Love to Rock。 さあここまでの相手は私やはり杉山でした。 Have a lovely quality beautiful groovy Friday evening。 この後ちょっとね、スカパラのこの入門の本を読みつついろいろ聞いて、金曜の夜、飛び出していきましょうかね。あ素敵な夜でした。それでは Have a lovely weekend. Cheerio, ta-ta. Good nice one. Bye-bye. お疲れ様です。お疲れ様でした。いやすごいオンエアでしたね。すごい。タミオさんがね生放送で来るわ。柳川さんも結構赤裸々に語ってくださったり、うおーまさかのご本人の話をさせてしていたら、ここから行きます。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。ハリーさんは今ですね、谷中さんとお話ししているので、もう少々お待ちください。あ、帰ってくるかな？いや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 、まさかオンエアが終わって、ハリー君ありがとうねって、あの今谷中さんがいらっしゃったんですけど、かっこいいですね。いや僕が女子だったらもういいですよって言っちゃいますよね完全に。
すげえな。もう今日もほとんど一滴も飲んでないですよ。ポール・マカートニー状態。あの過去のライブ行ったら一滴も飲んでなかったんですけど。また彼のそのあのサックスを持つ姿っていうのが、まあ、エロいっすね本当に。もうなんですかね、なんか僕今まで人間の欲ってあるじゃないですか、というものはまあ池田弘明さんの影響もあって睡眠欲、食欲、性欲、パン欲と思ったんですけど、それに今日谷中欲が加わりましたね。5番目がやっぱもうかっこよすぎて、ちょっとマジであの色気の出し方を教えてほしいですよね。やばいっすよね、あのサングラスどんだけかっこいいのねえ。しかもあのレザーの下にちょっとなんか胸のシルエット見せるようなあのなんか二重になってましたよ、タンクトップの超おしゃれじゃんねえ。あのセットで欲しいってことねえ、そのまんまくれよみたいなさ。でも絶対似合わないんですよ絶対。いや、ああいうのも似合う男になりたいですよ ねえ。体型もね結構がっしりしてますよね。ねえ、どうするおかピューチラ、ちょっとあそこ目指したいですよ、ね、目指したいっすよ。もうなんかどうすればいいのみたいな。かっこいいな。どこから手をつければいいの。あ、ちょっといろいろ個人的に聞いちゃおうかな。すいませんね、あのこあの柳さんのメールアドレスゲットしちゃってちょっといい感じ危ねえ危ねえあー確かにメールも本当多かったですからね。ね、本当にね、すごい分かりやすいアドレスですいやでも本当にあの今日あのそれこそ谷中さん、そして東京スカパラダイスオーケストラのファンの皆さんもね、あの今日 TLO に参加していただいてありがとうございます。なんか次から次へとなんかあの僕も、もう一完全にスカパラ初心者、単純にもうライブは何度かも行ってるんですけども、やっぱこのなんかそのストーリーとか、改めてこういうバックグラウンドとか、もちろん山あり谷あり厳しい状況を乗り越えてきて、あとなんていうんですか、この人の一体どういう人なのかすっごい分かるじゃないですか。このハロワだって1対1でさ1時間ぶっ通して話すわけだからさ、なんか究極は飲み屋みたいな感覚がベストなんですよね。だけど飲み屋みたいな感覚だとまあバーワッシャワッシャのすごい身内乗りで盛り上がってしまうから、飲み屋から一つトーンダウンして、もしかしてレストランでの2人での会話みたいな、うん、そんくらいが僕の中では結構イメージするハローワールドなんですけど、だからそれは結構いい感じできたなと思いますね。あとは僕の段取りの仕込みとかちょっと荒れてる部分もあったんですけど、まあ谷中さんにちょっとヘルプしていただいて、あ、すげえなと思いましたね、うん結局すげえなみたいな、同じところに戻っちゃいますけど、ちょっと皆さんのツイートをね、ちょっとあの、最後の方はあまり振り返ることができてなかったんで、見ていこうかな。うん、谷中欲ってなんだよっつって、まあ確かに、新規はマルガリータさん、谷中さんやっぱりかっこいい、久々にお姿を拝見しました、候補名前谷中さんとしたつもりが谷中金としてしまいました、私のバカ、改めまして谷中さんお疲れ様でした。素敵じゃないですか、うん千秋さん、今日ハリー君がうるさくなかったので犬も静か、そんな見そんな見られて、犬も静か、犬も静か、犬も静か、何ですか最近、最近何かあったんだよな新しいやつ、新作ですか、ね、
いや新作じゃないんで、新作じゃないんですけど、新作じゃないんですけど、あのこれ分かったらマジで天才ですよ。いきます、いきますね。アインツバイドライフィアフォルフゼクスゼーブンアクトナインゼン。Ich hoffe lieber nicht, ich hoffe lieber nicht, links vor 3-4. わかんないですよね。完璧、さすがオカピ、よくわかりましたね。そう、ラムシュライン。あの、知る人は知るかもしれないですけど、あのドイツのハードコーンメタルバンドでラムシュライっていう、全員2メートルぐらいのとんでもないバンドがいるんですけど、あのそのモノマネでした。絶対伝わんないけどね、すいません。よかったです、ありがとうございます。今のは身内だったんで、オカピ今のアップする必要ないんで、本当に。わかりました、ね、この間あのシェリーと一緒に話してたら、あ結構ドビー似てたよって言ってくれて、なんでそれ知ってんのって言ったら、なんかあの載ってたよネットにって言われて、なんか結構拡散してるらしいですね、おそらくツイッターだと思うんですけど、オカピのおかげで。 YouTube にシリーズとして。マッスーさん、谷中さん、お疲れ様でした。6月1日宇都宮公園でお待ちしてますよ、ね、いいじゃないですか、本当楽しい時間でした。おー、谷中さん、ラジオお疲れ様でした。ブルー PC 復活さん、残りのツアーも体調崩さず頑張ってください、ね、たくさんのツイッターいっぱい来てますね。感動です、連絡させていただきます。ね、うん、やりたいですね、これは確実に。なんかそういうのいいかもしれないですね。もうなんかハリー君こうやった方がいいんだよねみたいな。で僕のなんかすごい赤裸々な悩みを伝えるみたいなね。谷中さん、僕昔あの二十歳21ぐらいの時なんですけど、ちょっとあの好きな方がいて、ちょっと六本木交差点のど真ん中に連れてって、あの土下座しながら告白したことあるんですけども、あのなんか役者みたいで。ちょっとキモいって言われて、ちょっとあの全然相手してもらえなかったんですけど、これどうすればいいんですかねとか、そういうリアルとかリアルじゃないとかみたいなのちょっと相談をいろいろして、素敵なシーンにしてくれますよ、ね、頑張りたいと思います。すみません、ちょっと時間ずいぶんオーバーしてしまいました、今日もねジョインしてくださってありがとうございます。そうですね、まあ、ちょっと、ダンディズムを狙って、結構今英国紳士ブームがまた来てるんで、そうなんですよ、あのシャーロックのね、あのシーズン3とかダウントンアビーとかいろいろ始まってますけど、ちょっと僕も30になりそうなんでね。そう30になりそうなんですよ、こんな感じでも怖いですね、こんな感じでね。マジシェイクアモジナーラいて、すみません、こんな残念なもんですか。来週もまたよろしくお願いします。ではでは、Good nice one, bye bye! Links for Drive here, links for Drive here, links.